前回に引き続きピルケースを作っていきます。前回でもう刺繍部分は終わっているので、今回この内布と合わせてピルケースの形にしていきます。動画少し撮れていなかったんですけど、まずこの返し口部分を開け覗いて、残りの部分この下のところを半返し縫いで縫っていきました。しっかりくっつきましたね。そして次の工程ではここを折りたたんでアイロンをかけるそうなんですけど、手で押したら意外となんとかいけそうだったんで、そのまま続きいっちゃおうかなと思います。次はですね、こう折ってこう折って、でこの外側をまた半返し縫いで縫っていくそうです。やっていきましょう。はい、外側を縫い終わって切れ込みを入れたところです。ここからひっくり返していきます。緊張の瞬間です。物がちっちゃいから整えてみます。はい、こんな風に棒針とか使ってみたりしてね、角が綺麗に出たんじゃないでしょうか。ここからこのそこをこの字と字押してスナップボタンの凸部分をつけたら完成です。はい、返し口をこの字と字で止めてスナップボタンの凸部分つけて完成しました。本当に思ってたよりすごいちっちゃいサイズですけど、この形になるっていうのはすごくいいですね。ちゃんとね、内布もついてて、少し形は歪んでしまってる感じはするんですけど、小さいものだから多少は仕方ないのかなって感じですね。上手な人だったらもっと綺麗に作れたかもしれないですけど、でも自分はこの前回作ったものと比べて角がしっかり出ていたり、スナップボタンも前回よりはスムーズにつけられたっていう成長は感じられるので、すごく楽しかったです。それではまた次回の発想も楽しみに待ちたいと思います。